大谷翔平が自身のインスタグラムから元通訳水原一定氏との写真を削除しましたが一つの画像だけが残されたことがファンの間で話題になっていますこの画像は昨年3月に開かれた侍ジャパンの決起集会で撮影されたもので水原氏も映っていますが大切な思い出として保持されているようです水原氏は最近巨額の窃盗疑惑によりドジャースから解雇され大谷選手の銀行口座から不正に送金された疑いが報じられましたこれを受けて 大谷選手は水原氏との SNS 上でのつながりを断ち、関連する写真を SNS から削除。しかし、侍ジャパンのメンバーとの貴重な記念写真は残し、ファンからは激励の声が寄せられています。